ブッシュウィック・アベニュー、アバディーン・ストリート駅は、ブルックリンク、ブッシュウィックにある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅で、終日 L 系統が停車する。ブッシュウィック・アベニュー、アバディーン・ストリート駅は1928年7月14日に、カナーシー線が当時広角間の生誕だった、ブロードウェイジアイクション駅からモントローズ・アベニュー駅まで、延伸されたのに合わせて開業した。 通りに面したエントランスホーム壁のモザイクブッシュイックアベニュー、アバディーンストリート駅は相対式ホーム2面2線の地下駅である。2本のホームはわずかにカーブを描いており、ホーム北端では南高ホームの方が高い位置にある。これは南隣のウィルソンアベニュー駅で北高線が地上、南高線が高架上に上がるためである。小さな駅舎が ブッシュウィック・アベニュー北側のアバディーン・ストリート、マイナスデセールス・ストリート間に設けられている。駅舎は高さ3.24メートルの各天井になっていて、吊り下げ式の照明や派手な鉄鋼品があり、パーチメントブラウンのタイルが見られる。柱は白タイルで覆われ、モザイクでブッシュウィック・アバディーンと書かれている。成功な時期タイルのモザイクで単、桃色、毛布、ブラウンの帯が引かれ、 その中央に、黄色、クリーム色、緑色、バラ色がかった、ベージュ、スレートブルー、藍色や黒エビ色のタイルが配されている。メザニンには明るい水色のタイルが貼られ、一部はパーチメントブラウンのタイルで置き換えられている。ありがとうございます。